えー、カレッジオブ法律とホメオパシーのインナーチャイルド癒しの実践入門においでいただきありがとうございます。1時間ちょっと、えー、ホメオパシーの入門ではなくインナーチャイルド癒しの入門に入りたいと思います。えー、私もそのインナーチャイルドって言ったらもう本当にいっぱい持ってましてね。 小さい頃からいらん、こいらんこと言われまして、育ってきましたので。非常につらい人生を送ってきました。なんで人生はこんなつらいんだろうと思っていました。で、それに光を与えるもの。そこに希望を与えるものがインナーチャイルド癒しだと思いました。こので価値観には善悪がありますよね。悪、すなわち障害があります。 石の流れがせき止められて石が凝集し渦ができてこの渦が感情というものです。例えば子どもは愛されることは善愛されないことは悪という善悪を持ちます。ここれはこの世で価値観で、本能的に持っていると思います。そこで弟が生まれたらお母さんが弟ばっかり可愛がるようになっちゃった。